ルイ・ジョセフ・シボレーは、スイス出身のアメリカ人、レーシングドライバー。1911年に共同創設者として、シボレーを、1916年にフォードモデル T の競技部品を製作する、フロンテナックモーターコーポレーションを設立した。スイス北西の時計製造業の中心地である、ヌーシャテル州ラ・ショードフォンで生まれ、1886年に、 フランスコートドール兼ボーヌに移住。自転車競技に機械の技術や興味を惹かれていった。自ら組んだビュイックを狩るシボレー。1900年頃。インディアナ州クラウンポイントでのレースでビュイックを狩る。シボレー1895年から1899年にかけて修理店で働き、その後パリに移って、カナダモントリオールに移るまでの短期間働いた後、カナダで、 メカニックとして1900年を過ごした。翌年、ニューヨークに移って、同じ水水民の会社に短期間勤めた後、フランスの自動車会社ドディオンボタンのブルックリン支社に移った。1905年に結婚し、二人の息子を設けた。また同年、フィアットにドライバーとして雇われた。1907年には、フィラデルフィアのオートカー社に雇われた。彼はビュイックでレースを続け、 後にゼネラルモーターズを創立するビュイックのオーナーウィリアムシー・デュラントと協力関係を結んだ。彼は格式的な教育に乏しかったのでビュイック社で働く傍ら自動車のデザインを学び1909年に自らのエンジンの設計を始めた。彼はミシガン州デトロイトの修理工場で6気筒オフ、エンジンを作り上げた。1911年11月3日、シボレーは デュラントラと共にデトロイトでシボレー社を創立した。会社のロゴはシボレーの故郷スイスの国旗をかたどったものやシボレーがパリで泊まったホテルの壁紙から取られたものであるという説がある。1910年代中期にモータースポーツに参入し、1915年のインデ5 0 0にミシガン州アレガン出身のハワード・イーブラッドと組んで出走し20位。 1916年には、彼と弟のガストン、アーサーで、フロンテナク社を創立し、レースカーを製造し始め、これによって知名度を上げることになった。1941年6月6日、足を手術で切断した、際の合併症で死去。インディアナポリスに埋葬された。記念碑現在インディアナポリスモータースピードウェイの博物館入り口には、 彼の功績を称えて、大理石と加工岩の上に、ヘルメットとゴーグルをつけた共造の記念碑が置かれている。ありがとうございます。